ぱさ、俺ラーメン年間600杯食べてからさ、もう舌超えちゃってんのよね。普通のラーメンじゃ驚かねえっていうかさ、やばいのよ、もう鋭敏にビンビンになっちゃってさ、やばいんだよ。名店はやっぱすごいよね。あそこあるでしょ、湯河原のビーダ商店。あれ大将食べた？いや食べたことないですね。えっ、ないの？やばいよそれ。やばくはないでしょ。え、食べたことないの？ないですって言ってるでしょ、やべえ。やっぱさ、小ラーメン携わるもんとしては食べといた方がいいよ。絶対行った方がいい。機会あったら行ってみますよ。じゃああれは北海道のつみれ、あそこ行ってるでしょ。つみれ味噌ラーメンで有名な。聞いたことはありますけど。え、行けないの？行ってないですね。やめてくれよそのリアクション。そんな人間いるの？いてもいいだろ。え、マジで？え、味噌ラーメン出してないの？味噌ラーメン出してますけど。出してて？出してて行ってない？行くべきでしょ。いや行ってない、やばいよそれ。行かれてるよ。行かれてるの？言い過ぎだろ。ここつけ麺置いてる？つけ麺置いてますけど。じゃあ松戸の富畑は行ってんだ。いや行ったことないですね。やめてくれそのリアクション。あんま声高く上げるな。他のお客さんの迷惑になるからやめろ。言ってないの？言ってないですよ。食べてないのやばいって。どうしちゃったの？お前だよ、どうしちゃったの？何なんだお前は。やばいってそれ。やべえのお前やろ。絶対行かなきゃダメ。食行ってないの。ラーメンは失格だから。お前意外にしろよ。え？うるせえんだ、さっきから。年間何百杯食べてるか知らねえけどな。いっぱいラーメン食べたからって偉くねえんだぞ別に。有名店のラーメン食べたからってマウント取ってくんなよ。偉くないんだよ何も。あとな、美味しいラーメンを作ってる人はすごいけど、それを食べてるお前は何にも偉くないからな。いや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 。それでお前が偉いみたいに言うな。俺っちすごいんだよ。すごくねえって。いやいや、俺っちがいろいろアドバイスしてから美味しくなったんだよ。そんなわけねえだろ。いや、ほんとほんと、俺のアドバイスをちゃんと聞いたから有名ってなったんだから。聞いてねえよお前のアドバイスなんか。どこのラーメン屋の人も。俺が作ったようなもんだよ。違うよ、あんたは食べてるだけだ。うん、俺が作ったの。あんたは作ってない。俺のアドバイスすごいんだから。ちょっとしてようか。いいよやめろ。これね、こういう系ね。はいはいはい。分かっちゃったね。何がだよ。このラーメンはマヨネーズ入れたらもっと美味しくなるよ。うるせえ、帰れ。くそー、なかなかうまくいかねえな。絶対もっと美味しくなるんだけどな。なんかが足りねえな。あれ、そういえばあいつマヨネーズ入れたら美味しくなるって言ってたな。おめえ、あいつの言ってたこと正しかったのか。あと間に塩入れなきゃ、塩。あ、塩。塩足りないよ、こんなもん。全体にやよ、これ。なるほど。あと、カボスね。カボス。カボス入れてたら、それっぽく見えるから。どれくらいなんすか？まあ、2、3個でいいよ。2、3個で。師匠の弟子入り。